マキーバとメデューサさん入りましたね。そういえば。こっそり発表されてたね。そしてアステルがヘッドコーチに就任。俺たちの闇はここから始まった。アステルヘッドコーチ。こいつおかしい。もう練習量で先週やなくなってからおかしい。こいつのせいで死ぬ。本当に急にエグなってこいつになってから。国内リーグは確か6人目必要はなかったはず。まあでもこれからも見据えていてくれる方がやっぱり心強いからね。選手としてもコーチとしてもまだまだ彼から学ぶことはたくさんありますからね。可愛いよな、メディのキャラ。ギャルか、これはギャルなのか。メディ顔出ししてるやん。詐欺だろこんなん。こいつの配信見に行った人どんな可愛い子入ったんや。見に行ったらでかいよ、釣りだろこれ。今はねメデューがね IGL してくれてはいるね。渋々本人は嫌がってはいるけど、いやね最初ね俺も1ヶ月かな、2週間かな、どれくらい結構やってたんだけど IGL。 なんか最初はめっちゃうまくいってたんだけど、なんかね日を追うごとになんかクオリティがめっちゃ IGL のクオリティがめっちゃ下がっちゃって自信なくなっちゃったんだよな。そうでもメデューもなんか本職というかやりたいって言ってる中でやってるわけじゃないから、なんかねそこの問題がもっと解決できればもっと強くなりそうだけど難しいところである。まあ悪くはないんだけどね、マジ悪くないんだけど、なんかそのうち限界は来そう。だから今錯誤してる。思考してない、錯誤してる。錯誤だけ。むずいのよ、むずいのよ、むずいんだよ。俺もコールするときあるけど、もうなんかめっちゃ減った。わかんない。これなんかもうこのゲームわかんない。バグっちゃった。キーバ昔いじる。わかんない。できるけど、そんな、なんか俺が言うのはあれだけど、多分だけど、聞いてないけど、本人の中でレベルが高いと思ってやってたことじゃないから、なんか自信あるわけではないと思う。できるとは思うけど。なんだろうな、なんかね、負けてるってか、勝ってても負けてても俺マジで、うまくできてるかわかんないから、嫌だったな。難しいね。生かすも殺すも、IGL っていうのをね、でも学んだ。その IGL のしんどさを学んだから、サポしやすくはなったな。そういう面では、プラスの面では。チームの、まあ年齢があれだけど、全てじゃないけど、若いね、多分。19、19、19、21、26。なんか、全員が若いチームはね、なんかね、うまくいかないことはないけど、強いチームって大体なんかベテラン2人と若手3人みたいなのが多いから、自然と寄ったのはいいことなのかもしれん。アステルも若いけどね。ジジイって、何歳からプレイ？ラズさんがジジイって、ラズさんはジジイじゃないでしょ。例えばだけどね。何歳からなんだろうね。競技歴、経験値、
経験値ジジイってことか。経験値にきね。レッサンの、そうだね。アステルがヘッドコーチ、レッサンがアナリスト的な感じだけど、まあどっちもコーチみたいなとこもある。レでジジイはやばいよな。感じ。今23ぐらいか。おいたん。ポエムが俺の猫したから25なんだよね。ポエムが。やばいよね。ベテラン 1ってことね。1はでも怖くないか。2じゃない。人によるか。価値観によるか。そのベテランがぐにゃってしまった、例えばぐにゃってしまった時に、話し合えるやつがいないんじゃ難しそうだよな。めっちゃ極端だけど。一人はなんか死んだそう。安定はしそうだよ。若いから強いゲームじゃないからな、本当にこれね。ただ一人、リュウエイ系は若い方が感性いい気がするわ。勝っちゃえ。おっさんでも勝っちゃえ。わかんない。偉い動きができる人が人っていう意味で経験値が大事なのかもしれないよね、このゲーム。なんか例えば誰だな、クロー、ダバイ、マインドフリーク的なね。パワー系と偉い役は必要だな。テパレいいよね。髪がかってるわ。メンバーコパのせいか。うわ、横割りでマジで鼻歌歌って帰りたいな。歌った実績欲しいな、俺も。どうも、ケイジラ君。SS。横割りで歌ったことあるんですわ、強いな。